誕生日なんですよ。誕生日。よ、年男。おめでとう。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そんな年男の社長にですね、誕生日プレゼントご用意しまして。プレゼント。はい。みんな白っぽい顔してて、みんな俺の誕生日プレゼントしてる。やば全員無視ちょっとお連れするんで、はい、あの隠してもらっていいですか。そんなこれ使ったテレビですはい、じゃあちょっと、ね、よろしいですか、ね、よろしいですか、はい、行きます、開きます、マスクを歩いてください、はいはい、上手ですね、はい、上手上手お取りくださいませ。じゃじゃーん。どういうこと、どういうこと。ここから社長にはこの軟付着ボードについて思う存分軟付着のサイディングをいっぱい集めてみました。集めてみた。プレゼント、プレゼントです。プレゼント、めちゃめちゃ苦労したんですからこれこれ、これ俺どうせ好きなように料理して。そうですね、お好きに。今軟付着サイディングボードが1回目の塗り替えのスタートを切ろうとしてるから、どうぞ好きなように研究して料理しろ。オレンジの軟付着になり得るボード全部用意した的な。全種類集めてみました。バカですね。パッと見普通のサイジングしか見えないので、軟付着ボードって何っていうところから一般の方は入ると思うので、うちってどうなのっていう。ああ、なるほどなるほど。こんなに集めてくれちゃったら、いっぱい面白いことできるんじゃない。皆さんごきげんよう。どういうわけか、誕生日プレゼントで後遺症サイディングを全種類ということで、ものすごい量のサイディングをスタッフのみんなからいただきましたんで、佐々木どうにかさばけと、うまく料理してくれということで、素材用にまあいただいたのかなと思いますけど、まあメーカーさんご協力いただいてありがとうございました。まず簡単に紹介すると、今あの世の中に販売されてる住宅の壁に使われてるものがサイディングっていうものが、ね、非常に多いんですけども、サイディングの種類の中で高耐久サイディング、新築で家を建てた時に非常に丈夫な外壁素材、丈夫な壁板としてメーカーさんたちが努力してね作ってくれてるものがあるんです。ご協力いただいて、まあ、メーカーさんこんな日ハさんとかケイミさん、朝日トッセムさんとかいろいろ種類あるんですけど、この高耐久サイディングどうやねんっていう話なんだけど、めちゃめちゃ柄とかもかっこよくなったの。後で画像細かく見てもらうんですけど、いいものになっててですね、新築で使う時なんかは、あ、おしゃれな家だなってね思えるぐらい。何が変わったかっていうと、結局サイディングのボードってね、もともとセメントの板なわけですよ。セメントの板だから、表面にね塗装で防水しなきゃいけないわけ。これをもともとメーカーさんたちは塗装してね、防水して、まあ、世の中に出荷してたんだけど、その時のその塗装の仕方とかね、塗装の種類とかによってサイディングそのものの耐久年数が変わるわけで、今販売されてて高耐久サイディングなんかメーカーさんのカタログに書いてあるけど、まあ、30年耐久があるなんてね書き方してるものも世に出て始めてますので、そんなのはねぐるっと総評して高耐久サイディングって言ってます。世の中に建てられてる建物でこの高耐久サイディングね、ハウスメーカーさんも含めてねだいぶ採用されるようになってきて、それがね世の中に出てからちょうど今、まあ、10年ぐらい立ちましたんで、1回目の塗り替えの対象になるお客様の家がまさにこの高耐久サイディングって言われる建物になってきたわけですよ。僕らが現場調査に行って10年経ってるから塗り替えかななんて、傷んでるとこないかななんて見ると、まあ、外壁が結構綺麗だったりもすることがあるんですけど、この高耐久サイディングね、いいものなんです。ただなんでいいかっていうと、まあ、特殊な加工、特殊な塗装されてるわけよ。なので丈夫になってるってことなんだけど、でここね問題があって、いいものなんでしばらくほっといても大丈夫なわけ。でもいつかメンテナンスが必要なわけ。でそのいつかっていうのを見極めるために、僕らペンキ屋がレベルを上げなきゃいけないね。もう一つは、いつかメンテナンスしなきゃいけないけど今じゃないって言いながらも、じゃあいざメンテナンスしようと思ったら、よく作ってあるから軟付着サイディング、僕ら軟着なんて言ってますけど、現場どうだったのって、あ、軟着でしたなんて言い方するんですけど、この軟着のサイディング普段通りのやり方じゃくっつかないよっていう、こういうねサイディングになってますので、これからの塗り替えはね注意が必要になってくるんですね。早い会社さんなんかはもうすでに対策も取られてたりとか、だいたい2018年ぐらいには対策を取り始めてる会社っていうのもあるんですけど、まだまだ1回目の塗り替えでそんなにいっぱい出てないんで、知らないとかね気づかないっていう世界もあるので、気をつけないと今まで通り一生懸命塗ったのにうまくいかないっていう塗装工事になり得るんで、十分注意していただきたいなと思ってます。せっかく素材をご用意いただいたんで、軟着サイディングボードがメーカーごとにどう違うのかなんていうのも検証したね材料見れたらいいなと思ってますし、僕らも違いを知りたいっていうのもありますし、あともう一個は、いざサイディングの種類が分かったら軟着サイディング用の塗り替えってあるわけ。
すごいでしょ。これはね、サイリングメーカーさんがいい素材を作るっていう努力をしてるのと同じように、塗料メーカーもね、そういった素材に対してちゃんと対応できるように材料作ってるわけ。これにもいい悪いがあるでしょ。松竹梅つくわけだから、この中で一番失敗が少ないような材料を選ばなきゃいけないよねっていうのを何かの動画に言いましたけど、とにかく自分の目で見ると、これ大事なことなんで、これを実験どうせならしたいなと思っておりますので、一旦軟着サイリングって言われるものは高耐久サイリングだよと。だから戸塚さん、ちょっと来て。戸塚さんちさ、まだ新築買ったばかりな、何年目？3年目です。そうそう、古いんだ。3が古い。3年目だけど、10年目になってさ、もう戸塚さんち行ったことあるか分かるけど、いきなり軟着だねって言われたらさ、ショックない？ガーンってならない？そうだよね、軟着だって言われたらちょっとショックになるかもしれないんだよね。でもよく考えてね、本当はいいもんだから。消費者のお客さんたちからすると、軟着なんでちょっと特殊な塗装必要ですって言われた場合ですよ、ショック受けないでください。そもそもいいものなんで、いいものがゆえに工事が大変だというだけで、そういう意味ではまだ3年目だから全然楽勝だと思うけど、間違いなく軟着ですから。うちもですか？はい。かっこいい外壁じゃない気がしますけど、それはまあ住んでる人の問題です。サイリングはいいものですから。ということで、こんなことだよっていうのだけ皆さんにお伝えできればなと思います。以上です。